それでは、津軽家の解説、豊臣政権期前編を始めていきましょう。前回までの動画を見ていない方は、概要欄にリンクを貼ってありますので、そちらの動画をご視聴ください。さて前回は、為信の津軽統一戦について紹介しました。いくつかの大ピンチがありながらも、それをくぐり抜けて津軽統一を達成。さすが為信といったところだな。でも、南部家にとっては裏切り者であることには変わりないですよね。そして時代は豊臣秀吉の時代。これ、南部家が秀吉に訴えたら、津軽家を取り潰しもあり得る状況ですよね。はい。なので為信はここから、豊臣政権に正式な大名として認められるべく奮闘することになります。というわけで、今回はその過程について紹介していきましょう。よろしくお願いします。さて天正13年1585年、石川城攻略戦以来、十数年の年月を経てようやく津軽統一を果たした為信でしたが、この時点では、津軽を武力で占領しているに過ぎず、支配の正当性は何もない状況でした。そして二度も為信討伐に失敗した南部信長は、豊臣秀吉が天下統一目前に迫っていることを知ると、豊臣政権に正式な大名として認めてもらうこと、そして豊臣政権の力を借りて為信討伐の軍を起こすことを目論み、天正14年1586年、周辺の大名に先駆けて豊臣政権に使者を送りました。そして翌年の天正15年1587年2月10日、信長は秀吉から正式な大名として認められました。信長は為信の他に久野平一族も敵に回していますから、豊臣政権の力は何としても借りたいと思っていたんでしょうね。しかしこの状況は、為信にとって大変憂慮すべき事態でした。そりゃ、このまま行ったら、為信は南部家どころか、天下の敵になってしまうわけだからな。連盟のために上洛しようと思っても、周りは敵だらけでそれもままなりませんからね。実際、天正17年1589年までに為信は豊臣政権にも反逆者として認められてしまい、秀吉と信長の間で、為信討伐の約束まで交わされてしまいました。はあ、こうなってしまっては為信もおしまいですね。津軽為信物語、か。いやいや、勝手に終わらせないでください。しかし信長の数々の工作は、かえって為信とそのライバルの結束を固める結果となりました。どういうことだ？天正16年1588年、信長は北出羽の戦国大名秋田実末の領地となっていた出羽の国比内郡を占領すると、翌年の天正17年1589年2月、実末に不満を抱いていた実末のいとこ、港道末を味方に引き込み、内乱を起こさせました。この内乱を、港合戦、または第三次港騒動、と言います。秋田実末、って誰でしたっけ？秋田実末は、天正6年1578年の六波川合戦で為信のライバルとして立ちふさがった安藤近末の嫡男です。六波川合戦以降も近末は為信と激しく敵対し、しばしば津軽に兵を送っていました。さらに彼は晩年には名字を安藤から秋田に改め、北ではでますますその勢力を拡大させていったのですが、天正15年1587年8月に出羽の国戦北軍の大名、戸沢森安との戦いの最中に病死したため、嫡男の実末がわずか12歳で秋田家当主となりました。なるほど。安藤家はこの時点で、秋田家となっていたのだな。しかし12歳という若さでの当主就任。信長も勢力拡大のチャンスと思ったのでしょうね。この第三次港騒動では、信長の他に戸沢森安が反乱側に味方し、反乱側は実末の10倍の兵力を要するまでになりました。もはやいつ滅亡してもおかしくない状況の実末でしたが、為信は、秋田家と繋がりのある由利十二島や蝦夷地の柿崎家と共に実末に味方し、実末は5ヶ月間の籠城戦の末に反乱側を撃退。勢いのままに実末は反乱軍を鎮圧し、港道末は逃亡。第三次港騒動はここに集結しました。実末、よく反乱を鎮圧できましたね。
また翌年の1590年天正18年3月に実末は南武家に占領されていた比内郡を奪還しますが、大浦氏の軍勢は実末の比内郡奪還戦に加勢したとも言われています。かつてためのぶを限界まで追い詰めた秋武でしたが、もはやためのぶの同盟者と言ってもいい関係となりましたね。これで上洛ルートが開けてきましたね。さて、上洛ルートを確保したためのぶは、次に豊臣政権内で自分の支持を集める工作を行いました。天正17年1589年7月の段階で、豊臣政権内ではためのぶを南武家に対する反逆者とする見方が主流となっており、それは、豊臣政権の長老閣の一人前田利家が南部信長に対して言った、ためのぶは処罰されよう、という言葉にも現れています。信長の中央政権工作がスムーズに進んでしまっている証だな。そこでためのぶは別ルートから豊臣政権への接近を図りました。そして目をつけたのが、石田三成ら豊臣政権の奉行衆です。天正17年1589年12月24日、ためのぶは使者を派遣し、石田三成を通じて秀吉に丹羽の高尾献上。これに石田三成らの働きかけもあってためのぶの評価は一転し、秀吉は正式にためのぶの津軽支配を認めました。そしてためのぶは自分を正式な大名として認めるよう働きかけた三成に委託感謝し、後に関ヶ原の戦いに敗れた三成の降格舞う伏線となります。これでためのぶは反逆者から豊臣政権公認の大名となったわけだな。それにしても12月24日に鷹をプレゼント、戦国武将らしいクリスマスプレゼントですね。当時は旧暦なので12月24日は別にクリスマスイブでもなんでもないんですけどね。というかこれはクリスマスプレゼントというより賄賂と言った方が正確じゃないだろうか。まあ、当時の武家社会において賄賂は違法行為とはみなされていなかったので、特に問題はありませんね。また、石田三成はためのぶの長男津軽信武の元服式において烏帽子親を務めており、その際、備前吉房の子脇差しと呼ばれる刀を信武に与えています。ためのぶと三成の友情が見て取れるな。さらにためのぶは秀吉本人にも強い義理を感じていたとされ、後に三成の次男石田重成をかくまった際、彼が持っていた秀吉の木像を密かに祀ったとも言われています。この木像は津軽家代々の秘伝とされ、この木像の存在が明らかになったのは明治に入ってからでした。よ曲折があったとはいえ、秀吉のおかげでためのぶは正式な大名になったわけですから、この逸話も納得ですね。なお、天正17年1589年12月24日に秀吉からためのぶに宛てられた書状では、ためのぶは南宮京之助と表記されていましたが、それから1ヶ月と経たない天正18年1590年1月16日の書状では、津軽左京之助と表記が変わっており、ためのぶが大浦姓から津軽姓に変わったのは、天正18年1590年正月前後と推定されます。こうしてためのぶは名目上も南部家から完全に独立した、ということですね。でもそれまで南部京之助で通っていたということは、やはりためのぶは南部家の血を引く人物だったということでもありますよね。ためのぶイコール藤原氏の末裔説を否定する根拠がまた増えたな。ただ津軽左京之助表記がすぐに定着したかというとそういうわけでもなく、同年4月11日に発給された三好秀次版物では、依然として南部京之助表記が使われていました。果たしてただの勘違いなのか、それともためのぶを正式な大名と認めたくない一派がまだ残っていたのか、気になるところですね。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。ということで、今回は豊臣政権下で正式な大名として認められるまでのため信の行動について紹介しました。かなり綱渡り感のある展開ではあったが、首の皮一枚でなんとか生き残れたな。ため信の軌跡をたどっていくと、下克上が実際にはどれだけ難しいことなのかがよく伝わってきますね。まあ、首の皮一枚、物理という意味なら伊達政宗も似たような感じですが、やはり石田三成を味方に引き込めたのは大きいですね。もし三成がいなかったらためのぶは正真もろとも討伐され、津軽は江戸時代以降も南部家のものとなっていたことでしょう。もしそうなっていたら津軽と南部の対立がない代わりに史実のような津軽の発展もなかったかもしれませんね。歴史にたらればを言っても仕方ないがな。さて次回は豊臣家大名としてのためのぶの動向について紹介したいと思います。